おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、YouTube ちょっとダメでしたね。はい。あゆこさん、カズさん、高橋さん、ルールさん、アンディビさん、X ジャパンさん、ヒカルさん、おはようございます。おはようございます。ちょっとここは電波が悪いみたいで、ちょっと移動しなければなりません。ちょっと移動します。電波のいいところに行きます。アリエルさん、納豆さん、メロディーさん、おはようございます。すごくいい天気、そうですね。すごくいい天気ですが、ちょっと日陰の方にちょっと行きます。朝、そう、今日はかなり冷えましたね。今日はかなり冷えます。まあこれから、そうですね。まあ真冬に向かっていきますが。ライオンさん、おはようございます。S さん。電波がまだちょっと悪いみたいですが、まあ、これから良くなるかどうか。朝日と森林癒されます。そうですね、ここはですね、まあ一番好きな場所ですね。放送で一番好きな場所なんですが、ここはちょっとですね、夏は乾いたので、あ、ちょっと YouTube はちょっと無理みたいですね。残念ですけど、YouTube はダメみたいです。はるなさん、おはようございます。ヒットさん、おはようございます。はい、ここはちょっと電波が良くなります。ちょっとここはですね、いいとこなので、ちょっと皆さん周りをお見せしましょう。やはりちょっと電波が弱いですかね、ここはね。ちょっと電波が弱いです。もうちょっと向こうに行くといいですか。マブルさん、おはようございます。あっちの方いいですね。ここはね、苔が生えてるとこじゃなくてですね、ここは、何でしょうかね、ここは山道、山道のある林ですね。山道、まあ山道ですね。山道のあるとこです。今日のタイトルすごく好きです。そうですか。今日のタイトルはね、すごくちょっと凝ってまして、それはイエス様の愛ですということですが、じゃあそれとは何かということですね。それとは何か。ということですが、はい、それをこれからちょっと説明していきたいと思います。私たちはですね、肉体の目を持ってますが、私たちはですね、信仰の目もあります。信仰の目があります。そして私たちはその信仰の目でイエス様を見ます。そして同じように信仰の目でこの現実の世界を見るんですね。信仰の目で現実の世界を見ます。ナオさん、おはようございます。ヒカルさん、おはようございます。そして信仰の目で
肉体の目ではですね、神様を見ることはできません。肉体の目で、肉体の目で神様は見えません。で、神、太郎さんおはようございます。で、神様だけではなく、いいですか、ここが大事なポイントです。肉体の目ではですね、神様ご自身が見えないだけではなく、神様の働きも見えないのです。神様の働きも見えないのです。しかし私たちはイエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると信仰の目を持つことができます。目から鱗が落ちて、ね、目から鱗が落ちて、よく言うでしょう、目から鱗。これ聖書から来ている言葉です。目から鱗が落ちて、信仰の目、心の目、信仰の目が与えられて、肉体の目ではなく、信仰の目で物事を見ることができます。イエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは信仰の目で神をが見れるようになったということです。肉体の目では見えないけれども、肉体の目では見えないけど、信仰の目で、信仰の目でイエス様を見ることができる。そればかりではなく、なおさん、イエス様が歩いてきそう。そうです、信仰の目でですね、イエス様が歩いてくることを、ね、イエス様が歩いてきそうな道ですよね。イエス様が歩いて来られる、それを信仰の目で信じるわけですね。そしてそれだけじゃなくて、イエス様の働き、イエス様の働きも見るようになります。そして何か出来事がありますね。私は昨日ある二人の牧師と会ったんですが、いろいろ話をして励まされて、一緒に祈って、イスラエルの話を聞いて、そして私は本当に、イエス様が、私を励ますために、使わした牧師たちだというふうに感じました。それは神、イエス様の愛だと感じました。いいですか、皆さん、皆さんが何か良いことがあったらば、それはイエス様の愛です。皆さんが何か嬉しいことがあったら、それはイエス様の愛なんです。なおさん、イエス様おはようございます。そうです、私たち義人は信仰によって生きる、義人は信仰によって生きるとありますが、私たちは信仰の目で歩みます。信仰の目で歩むのです。私たちはイエス様の働き、イエス様の働きを見るのです。そしてそれは愛なんです。皆さんが何か素晴らしいことがあれば、それはイエス様の愛です。皆さんが今何かを感じ、何かを思ったならば、それはイエス様の愛なんです。ぜひ皆さん、私たちはイエス様の愛を感じて生きるべきなんです。朝日きれい、教会ってフライトいつでも良いもの、いやいや、やはりですね、電話して行った方がいいです。しかしできればカリスマ派の教会に行ってください、ね、カリスマ派の教会、もしどういう種類の教会か分かんなかったら聞いてください。イエス様におはようございますと言ったら光りました。それは偶然ではないのです。それはイエス様の愛です。イエス様の愛です。すべてが偶然ではないんです。すべてがイエス様の愛なんです。皆さん、そのように感じましょう。思いましょう。すべてがイエス様の愛です。偶然はありません。マーブルさん、電車で辛くて、おえつしていましたが、
牧師の配信にたどり着いたのも愛なのですね。その通りです。その通りです。わかりました。選び方がわからなくて。ありがとう。光った時にイエス様が見えました。アメン。光った時にイエス様が見えました。半額弁当をゲットできたのも神様のおかげなんですね。ありがたい。そうです。それはイエス様の愛です。この現実の世界を作ったのはイエス様です。そしてこの現実の世界を支配しているのもイエス様です。そして時間と空間を超えて不思議なことがあるのもイエス様の愛なんです。もちろんサタンはですね、いろいろ、悪さをしてきます。サタンは私たちを苦しめます。でもそれはイエス様ではなくサタンです。しかしイエスキリストを求める者、信じる者、期待する者は守られます。イエス様の守りがどうしても必要です。なおさん、私の挨拶に光ってくれたの。そうです。その通りです。何も偶然はないのです。何も偶然がありません。すべて霊的なことの現れが現実なんです。この目に見える現実は目に見えない霊的なことの現れです。しかしそこには、この地上はまだ天国ではなく、天国ではすべてが良いことです。天国では 100% 良いことだらけなんです。そんな世界があるんですか。そんな世界があるんです。しかしこの地上はサタンも働いているんです。ですから皆さんよく聞いてください。この世界は神様も働くしサタンも働くのです。神様も働くしサタンも働くんです。多くの人はサタンの働きの中で、生きています。ですから失望し、傷つき、苦しんで虚しくなるのです。誰でもサタンの働きの中にいたらば誰でも苦しくなります。皆さんが苦しいのはサタンに苦しめられているからです。しかしイエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストを信じるならばサタンから守られて、サタンから守られて、良いことが起きてきます。良いことが起きてきます。ですから神の国とその義を大地に求めなさい。神の国とその義を大地に求めなさいというのは、神様が働いてくださる、サタンから守ってくださる、そのように、信じましょう。それはイエス様の愛です。皆さんの何か良いことがあれば、良いことがあればそれはイエス様の愛です。サタンは良いことをしてくれません。サタンは、私たちをいじめます。サタンは私たちを苦しめます。しかし、イエス様は私たちを励まし癒してくれます。X ジャパンさん、僕は精神病を持ってますが、イエス様治してくれますか。治してくれます。治してくれます。悪霊が出ていくと治ります。マブルさん、神の国にいつか行けるように日々神の愛を感じてきます。そうです。イエス・キリストを信じて、信仰によって歩んで、熱心に歩むならば神の国に行くことができます。天国に行くことができます。それは素晴らしい世界、驚くべき世界。私たちの本当の幸せはそこにあります。この地上はですね、天国に行く準備はできます。でも多くの人は地獄に行く準備をしています。罪を犯していくならば、不信仰で生きるならば、それは地獄に行く準備をしているのです。しかし、イエス・キリストを信じて信仰によって歩むならば、
信仰によって歩むならば、それは天国に行く準備をしているのです。ぜひ皆さん、私たちは、地獄に行く準備をしてはいけません。私たちは地獄に行く準備をしてはいけません、天国に行く準備をしましょう、ね、天国に行く準備をするのです。そして私たちは、天国が神の愛の世界で、神の愛の世界で、神の愛によって、幸せになり、神の愛によって、問題がなくなっていきます。ですからこの地上においても、この地上においても神の愛を求め、神の愛で生きていくならば、トラブルが少なくなるのです。小敷さん、ここはですね、ここは私有地ですが、ここは開放されているんですね。この山道は私有地です。しかし、公にオープンされています。誰でも自由に通っていい散歩道になっています。なおさん、天国に行く準備の手始めに、まず無駄なアクセサリーを外しましょう。そういうわけで、皆さん、今日のタイトルは、それはイエス様の愛です。皆さんが、何か、まあ、今日一日もこのように良い天気で、今日も良い天気でこのように、生かされていることは、それはイエス様の愛なんですね。イエス様の愛なんです。今日もこのように素敵な日が与えられていることは、それはイエス様の愛なんですね。人間はだんだん年取ってですね、年取ってくると足腰も弱くなるし、そして、まあ、脳もですね、弱くなって、目も悪くなって、まあ、いろいろ衰えてきます。しかし、なんと皆さん、なんと天国に行ったら、もうそれは30歳前後の最高の、コンディションに戻ります。皆さん想像してください。今私は69になろうとしてますが、皆さん、私が天国行ったら30歳になるんですよ。30歳、目も良くなるし、足腰も良くなるし、もう、本当にそうなんです。皆さんもですね、皆さんはまだ30以下の人もいるかもしれませんが、まあ、30以下の人は30になりたくないかもしれませんが、ぜひ皆さん、皆さんはですね、本当に、素晴らしい、素晴らしいですね。あ、ごめんなさい。天国行ったら素晴らしくなるのです。天国行ったらもう本当に素晴らしくなります。もうすべてが、天国行けばすべてが神の愛です。すべてのことが神の愛になるんです。わお。でも皆さん、この地上でも予告編があります。この地上でも私たちは信仰によって神の愛を受けることができます。イエス様を信じるならば神の愛を受けるんです。イエス様を信じないなら、神の愛を受けることができません。悪魔の餌食です。皆さん、悪魔の餌食になってはいけません。皆さんはイエス様に守られる必要があるんです。わざわざ悪魔の餌食になる、そんな必要はないのです。ぜひ皆さん、自分の人生を大事にしましょう。多くの人は何のために生きるかわからないので、
自分の命を、自分の存在を、自分の人生を、この、まあ見損なってるというか、価値を見出さないで、自分の価値が低くなっています。でも皆さんがイエス・キリストを信じるならば、皆さんがイエス・キリストを信じて神の子になるならば、皆さんの存在はものすごい価値になるのです。ものすごい、皆さんの人生はものすごい素晴らしい価値を帯びるのです。神の子になるというのは、皆さんの存在が変わるのです。皆さんの存在が、ね、意味のないような人生から、価値がないような人生から、ものすごい価値を帯びた、ものすごい尊い、ものすごい可能性を帯びた、すごい人生になるのです。皆さんの存在が素晴らしい宝石のような、ダイヤモンドのような、ものすごい価値のある存在、もちろん物よりもはるかに存在が高いです。ものすごい素晴らしい存在になれるのです。それはイエス・キリストを信じる信仰によってです。イエス・キリストを信じる信仰によって、皆さんの存在が素晴らしい存在なのです。そしてそれがだんだん分かってくると、それが分かってくると生きることの意味が分かってきます。皆さん、生きる意味というのは人生の価値が分かるということです。生きる価値が分かれば、生きる価値が分かれば、生きることに意味が出てくるのです。生きる価値がないならば、生きる意味を見失います。なおさん、しょうもない人生が素晴らしい人生になるのです。なおさんは、サタンにしょうもない人生と思わされているに過ぎないんです。イエス・キリストによってなおさんの人生が素晴らしい人生に変わるのです。素晴らしい人生に変わるのです。マブルさん、突然私に悪をするようになった友人がいたのですが、きっと悪魔の仕業だとしか考えられません。私は許すしかできませんでした。はい、マブルさん、許して祈ってあげてください。許して祈ってあげてください。その友人がまたですね、変えられる可能性があります。イエス様によって変えられますので、許して祈ってあげてください。今のダイヤモンドに例えるのは妥当ですか？妥当です、妥当です。聖書に、そのような言葉があります。それでは証しタイムいきましょう。イエス様を信じて、自分の存在は素晴らしい存在だと思えるようになった。自分の人生はものすごい価値がある人生だということが、分かるようになった証。スタートスタートスタート。イエス様を信じて、イエス様を信じて、生きることはすごい意味があるんだ、生きることはすごい意味があるんだということが分かってきた証。スタートスタート。レンさん、おはようございます。ナオさん、私の価値は変わらないけど、イエス様に癒しをいただきました。ナオさんの価値はもう素晴らしい最高の価値になったんです。知ってください。ナオさん、ナオさんの価値は最高になったのです。 X ジャパンさん、恨み妬みをやめたら幸せになりました。妬み恨み妬み恨み妬みをやめたら幸せになりました。アメン。
ひがみですか。あー、これ読めなかったですね。恨み、妬み、ひがみをやめたら幸せになりました。多くの人はひがんでます。多くの人はひがんでます。もうひがむのをやめましょう。ひがむのをやめて喜びましょう。喜びましょう。ソネミ、ソネミですか。ひがみじゃなくてソネミ。ああ、妬み、恨み、妬み、ソネミをやめたら。難しいね。ソネミという字。高橋さん、おはようございます。今の日本では愛なんて何のことだかわからないという人が結構多いのです。ハンナちゃん、おはようございます。ロンタケさん、おはようございます。マブルさん、誹謗中傷はきっと悪魔の仕業と感じ、絶望だけではなく、イエス様の愛が私だけではなく御心の深さをいつか伝えられるよう祈る喜びを感じるようになりました。アメン、アメン。レンさん、まだ手袋はしてません。そのうちすると思います。漢字に気をつけてください。漢字に気をつける。そう、間違って読まされることはありますよね。イエス様を信じて自分の存在の価値がものすごく高いということに分かった証。私たちは神様に似せて作られた存在として、ああ人間というのはものすごく尊いんだ、神様に似せて作られた人間はものすごく尊くて、そしてイエスキリストを信じることによって神の子になれるんだ、そのようなことが分かった方、なおさん、私のようなものにも優しい微笑みをくれるイエス様は素晴らしい神様です。そうです。そうです。イエス様は皆さんに微笑みかけてくれています。皆さんに微笑みかけてくれています。ですから皆さんも、隣人に微笑みかけましょう。隣人に微笑みかけましょう。イエス様が皆さんに微笑みかけているのですから、皆さんも同じように、イエス様と同じように皆さんも微笑みかけましょう。高橋さん、イエス様を知らなければ愛はわからないのです。イエス様を信じてこそ、信じてこそ愛がわかりますが、イエス様を知らなければ、愛がわからないのです。慈悲なら分かってもらえます、慈悲と神の愛とは違います、ね、似ているかもしれません。でも違うのです。慈悲と神の愛とは違います。なおさん、今の時代知らない人に褒美かけたら警察に捕まります。それはまあやり方かな。あまり変な風に笑ったらそれは逆に迷惑をかけることになるでしょう。ふさわしい、微笑みがあるのではないでしょうか。相手にいい印象を与えるような微笑みが必要ですよね。
ここはパワースポット的なとこですか？いえいえ、ここはパワースポットではありません。ただ私の、好きな場所というだけです。私の好きな場所で、特別なパワースポットではありません。イエス様には弟が4人ぐらいいたそうですね。そうですね、イエス様は、兄弟がいました。弟妹がいたんですね。ヤコブもその一人と言われています。ヤコブもね、イエス様の弟子のヤコブとは別に弟のヤコブがいたんですね。イエス様の兄弟はどんな人生だったんですか？弟のヤコブはですね、殉教しましたね。弟のヤコブは、殉教しました。殉教というのは伝道して、殺されるということですね。イエス様の12弟子のうち11人はですね、殉教したんですね。一人だけ、ヨハネだけは殉教しなかったんです。イエス様の兄弟は神じゃないの。イエス様の兄弟はですね、その神から生まれた兄弟ではなくて、マリアから生まれた兄弟なので、神の子としては一人子ですね。神の子は一人子です。イエス・キリストは神の一人子ですね。キツネさん、他人とやり取りをしてムカついたり腹が立ったりしたとき、牧師ならどうしますか？許して微笑みます。やはりマリア様への愛は偶像崇拝になってしまいますか？マリアを人間以上に、ね、人間以上に考えたらよくないでしょうね。マリアに対して祈ったり、マリア像に向かって祈ることは偶像崇拝ですね。逆さ十字架にかけられた弟子はペテロですね。ペテロです。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、皆さん、今日皆さんが放送に来れたのもイエス様の愛です。それはイエス様の愛です。私たちはすべてイエス様の愛で生かされているのです。今日皆さんがこれから朝ごはんを食べるなら、それもイエス様の愛です。今日私たちが、良いことが起きるのはイエス様の愛です。ぜひ皆さん、イエス様の愛を意識しましょう。イエス様の愛を意識するのです。そして私たちは感謝するのです。人間は愛を知って、初めて感謝できるのです。愛されてこそ私たちは、感謝できるのです。また人生というのはイエス様に愛されることだとも言えるでしょう。歌があります。君を愛されるために生まれた、君は愛されるために生まれた。そうです、私たちはイエス様に愛されるために生まれてきました。私たちが生きているのはイエス様に愛されるためなんですね。
イエス様に愛されるために私たちは生きているんです。ですからイエス様の愛を見ましょう。イエス様の愛を見るのです。皆さんに起きていることは、良いことはイエス様の愛なんです。マーブルさん、イエス様の愛を今日も感じ、また感謝の気持ちを持ち、神を愛し続けて行きます。ナオさん、私は苦しむために生まれてきました。それは今までです。それはイエス様を知る前の話です。ナオさん、イエス様を知ってからは逆です。イエス様を知ってからは、愛されるために生まれてきたんです。愛されるために生まれてきたということがわかるのです。イエス様の愛は人間だけに与えられているものですか？いや、万物に与えられていると思います。しかし、人間はですね、特別に愛されています。許して微笑むって難しいですね。それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、神の愛は無敵ですか？無敵です。神の愛は無敵です。今日の放送を見て、あれは神の愛だったんだ、イエス様の愛だったんだ、あのことはイエス様の愛だったんだ、私はイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて素晴らしい価値のある存在になったということが分かった。係長さん、おはようございます。私の人生は素晴らしい人生だということが分かった。私の人生は素晴らしい人生になってきた。イエス様によって、イエス様によって生きることは素晴らしいということが分かってきた。今までは生きる意味を分からなかったけれども、生きることは素晴らしい意味があるんだ、生きることはものすごく価値があるんだ、イエス・キリストに会って生きることはものすごく尊いんだということが分かってきた。生きる意味が分かってきた。生きる意味が与えられた。わお、なんと素晴らしいんだろう。今存在を許され、今生きることを許されていることはなんと特権なんだろうか、なんと特権なんだろうか、尊いことなんだろうか、なんと素晴らしいことなんだろうか。それはイエス様の愛なんだ。それはイエス様の愛なんだ。私たちが今存在することは、今私たちが生きていることはイエス様の愛なんだ。イエス様の愛なんだ。それが分かった人、そしてそうなりたい人、そうなりたい人、アメンと言いましょう。アメン。イエス様の愛を、イエス様の愛を本当に受けて、生きることの本当の意味を知りたい方、生きる意味を本当に知りたい方、アメン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 。太郎さん、今日も神の愛を感じていきます。神の愛を感じていきます。素晴らしいです。素晴らしいです。素晴らしいです。一番大事なこと、皆さんは今一番大事なことを知ったのです。一番大事なことを知ったのです。天のお父様、感謝します。私たちは以前は、自分の存在も分からず、生きることの意味も分からず、ただサタンに騙されて、虚しいこと、意味のないこと、むしろ害のあること、人に対して、迷惑なこと、人が嫌がることをやってきました。それは
反対でした。それは反対なことをしてきました。イエス様は悔い改めます。私たちは神の愛で生きること、隣人に傷つけることではなく、隣人を守り、隣人を愛することこそ生きる意味だということが分かりました。私たちはイエス様に愛され、イエス様の愛のうちを歩むように導かれています。私たちは生きる意味が分かりました。神の愛で生きることはどんなに素晴らしいことなのか、神の愛で生きることは本当に価値のあることだということが分かりました。イエス様感謝します。今アーメンと言った方々がそのようになりますように、そのように生きることができますように。自分の存在の価値がものすごく高いということを知ることができますように。イエスキリストにあって、イエスキリストにあって私たちは神の子になれるんだ、神の子として生きることができるんだ。どうぞアーメンと言った方々がそれを理解し、そのようになりたい、そのように生きたい、どうぞ彼らを励まし癒してください。励まし癒してください。神の愛で歩むことができますように。神の愛を受けて癒されますように。神の愛を受けて人を愛せるようになりますように。人を愛せるようになりますように。誰に対しても微笑むことができるようになりますように。愛を示すことができますように。どうぞアーメンと言った方々が生きることが本当に素晴らしいんだということを感じれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、素晴らしい、素晴らしいことを皆さん知ったんですから、本当に喜びましょう。今日も喜びましょう。生きることを素晴らしいと感じながら歩みましょう。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム。良い一日を。シャローム。シャローム。シャローム。